輝き始めたアーティストたちの音楽と言葉を聞く原石。宝物みたいな思い出なんですけど、オリジナル曲2曲、コピー4曲ぐらいやって、で、あの曲誰の曲って店長の牧野さんが言われて、あれオリジナルです、マジかよみたいな、オリジナル曲が一番良かったっていうのを褒められたっていうのがすごいなんかこうめちゃくちゃ嬉しくて、っていうのがあの日の一番の思い出ですね。で、次までに全部オリジナルで来いって言われて、もうあの以外多分コピーやってない。短歌じゃないですけど、まあ季語に近いものとかが入ってたりする曲もあるんで、その、まあ、1年を通してこの四季が移り変わるのと一緒で、なんか、あ、このシーズンちょっとこの曲聴きたいなみたいなのとか、そういう聴き方も結構してもらえるかなっていうのは思いますね。誰に聴いてもらいたいかっていうのはほんまにそんなにターゲットみたいなのはなくて、深く聞いてくれる人にとってもなんかその満足できる部分があったり、そうじゃなくライトな感じで楽しんでもらえるのも望みですね。世に出れば出るほどどうしてもやっぱビジネスとして成り立たせないといけなくて、なんかその中でその自分らの持ってる表現したいものみたいなのが潰されてしまうんじゃないかみたいなイメージもある。これはちょっとね、分かんないんですけど、その世界にまだ行ってないから。でも、まあ、芸術と一つに言ってもすごい多岐にわたるものだと思うんですけど、まあなんかその文化的な側面は捨てたくないというか、自分らの表現したいものを譲りたくはないという思いは強いですかね。